ウィキペディアン・イン・レジデンスとコミュニティの関係。この図表では、利害関係を表しており、基本的なウィキペディアン・イン・レジデンスにおいて、各関係者が、どのようにやり取りをしているかがわかる。ウィキペディアン・イン・レジデンス、ウィキメディアンイン・レジデンス、または招聘、ウィキペディアンとは、美術館、図書館、公文書館、博物館や高等教育機関に招聘され、駐在するウィキペディア編集者で、 グラムと一般市民によるウィキペディア関連アウトリーチイベントの調整もほとんどの場合は支援する。ウィキペディアインレジデンスを受け入れている機関には、大英博物館や大英図書館、アメリカ国立労働安全衛生研究所、ノルウェー国立図書館、スイス連邦公文書館といった大手機関から、イギリスのダービー博物館、美術館やウォルソールニュー、 アートギャラリーのような小規模の機関もある。フランスのベルサイユ宮殿、スペインのピカソ美術館、アメリカ合衆国のスミソニアン博物館、ジェラルド・アル・フォード大統領図書館、アメリカ国立公文書記録管理局も受け入れている。初めてウィキペディア・イン・レジデンスになったのは、オーストラリア人のリアム・ワイアットで、2010年に5週間の期間で、 大英博物館でのボランティア活動という形で携わった。リアムは常に最新で正確な情報を提供できるように、ウィキペディアと博物館の関係を強化する必要があるとし、我々は同じことを同じ理由と人々とメディアで行っていると述べた。インディアナポリス子ども博物館も2010年にウィキペディアンのロリ・フィリップスがグラムイベントで ボランティア活動を行った後に参加するようになり、2番目のウィキペディアインレジデンスになった。3番目のウィキペディアインレジデンスは、ブノワ・エベリンで、ベルサイユ宮殿で6ヶ月間を行っている。スペイン、バルセロナのピカソ美術館やイギリスのダービー博物館、美術館でも早期に実施された。2010年、スミソニアン博物館もウィキペディアインレジデンスの、昌兵に興味を示し、 同年7月にサラスティアーチが参加した。翌年、米国国立公文書館も、シモンズカレッジの学生で歴史とアーカイブ管理の修士を目指しているドミニク・マクデビット・パークスを招聘。マクデビット・パークスは、新館で活動した。マクデビット・パークスは2004年から、ウィキペディアの編集を行っており、国立公文書館長官、デビット・フェリエロにより、 ウィキペディアインレジデンスとして雇用された。2011年7月、ウィキメディア UK はアーキブプロジェクトの一環として2003年から編集を行っているアンディ・マベットをブリストルにある野生動物事前団体であるワイルドスクリーンのアウトリーチアンバサダーインレジデンスに任命した。その後マベットはウォル・ソール・ニュー、アート・ギャラリーといった他の団体でウィキペディアン・イン・レジデンスを務めている。 2013年1月、ジェラルド・アル・フォード大統領図書館が Wikipedia in レジデンスを招聘した初めての大統領図書館として、ミシガン大学の修士であるマイケル・バレラを迎えた。同年9月、アメリカ国立公文書記録管理局は、団体で初めて Wikipedia in レジデンスを高級的に、フルタイム雇用することにし、マックデビット・パークスは、局内のイノベーションオフィスに配属となった。 国立公文書ビルで行われたウィキコンフランス USA2015 で講演するドミニク・マクデビット・パークス2014年3月ハーバード大学は求人募集でホートン図書館でウィキペディアン・インレジデンスとして活動する人を募った2014年10月カナダのビクトリア大学の図書館はクリスチャン・バンデンドープが2014、2015年度の オノラリーレジデントウィキピーディアンインレジデンスに指名されたと発表した。2016年までに100名以上のウィキペディアンがこの役目を果たしてきた。ウィキペディアンインレジデンスのほとんどが招聘された機関か、ウィキメディア関連団体から報酬を受けている。他のスタッフや一般のメンバーへのアウトリーチを含む投稿の基本的任務だけでなく、記事への投稿を行う。 このようなアウトリーチ任務には、講習会のお膳立ても含まれる。Wikipedia in Residence の基本的役割には、Wikipedia では、優勝の機構は推奨されず、関係を公開しないままの擁護活動は禁止されているが、Wikipedia in Residence は、支援機関のための広報活動やマーケティングに対する厳格なガイドラインを遵守する限りにおいて、w i k i デ e d i a 関連の活動に対して、 報酬を得ることを容認されている。ウィキペディアインレジデンスに関する広報は、外部からウィキメディアと姉妹プロジェクトが豊かになったり、リソースや知識が世界中で共有されたりするのを支援する独特的な機会として肯定的に報道されている場合がある。しかし逆に別の広報は、ファッショナブルなギミックに税金が消えると否定的に書かれ、1日23時間。 オンラインで議論に明け暮れる欲望を持つことなど方にハマった応募要件が提唱されている。2013年、スコットランド国立図書館での短期フルタイム募集は、スコットランドの機関とウィキメディア UK との初の大規模提携と報じられた。これに続き、2015年12月には、エジンバラ大学でウィキメディアンインレジデンスが指名されている。ありがとうございます。